DJ トビーのビーズレディオ。はい、皆さんこんにちは、 DJ トビーでございます。ビーズやってますかということで、本日のラジオを始めていきたいと思います。いやいや、なんか打ち合わせも全然なくですね、突然ビーズやってますかから始まったので、今回のゲストの方、イエイって言った方がいいのか、どうなのかみたいな雰囲気を出させてしまいまして、本当に申し訳ございません。本日のゲストはですね、石黒カンナ先生でございます。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。本日はね、このギャラリー T の方でね、撮影させていただいてるんですけども、今回ちょっとここにね、ピースちょっと一眼レフ置いてね、ちょっとやってみてるんですけども、早速ね、いろいろお話聞いていきたいんですけども、うん、石黒先生は最近コスチュームジュエリー、はい、コスチュームジュエラーズカンパニーとして、最近我々も渡辺真理さん飲み友達だったりするんで、はいはいはい、時々取材させていただいたりしてるんですけども、なんかそのそういった関係のことも含めて、今最近どんな活動されてて、これからどんなご予定かとかって何かあるんでしょうかね。はい、最近はあの下北沢にあるコスチュームジュエラーズカンパニーで、はい、あのもう5年ぐらいになるんですけれども、はい、もう5年も経つんですか。そうですそうですそうです、うんうんうん、2018年からなので、はい、あの作家たち、私たちの仲間の作品をそこで販売をさせていただいてるんですね。はいはい、まあ、それと同時に、まあ、ここ今15名の作家が所属しているんですけども、はい、みんなそれぞれがコスチュームジュエリーの活動ということで、デパートで販売したり、うん、店をやったりっていう形で、みんなそれぞれが活動しながらお店も盛り上げているっていう感じですね。はい、あ、そうなんですね。はい、でもなんかこうイベント、僕この間ねお邪魔させてもらった銀座のイベントなんかも、俺すげえなって正直思ったんですけど。そうですね、私もすごいと思いました。いや、なんか入ったところでね、もう受付的な雰囲気でこうされてましたけど。あの時受付の担当の日だったんで。ってことは自分がたまたまあの日は担当されてたってことなんですね。いや、でもなんかああいう40人の作家さんでしたかね、はい、ああいう形でこう展覧会をされるっていうのは、それも銀座のね、すごくいいところで、ね、素敵な堀道街って言って、マリさんなんかこの辺はね金持ちの人が多いからねなんておっしゃってましたけども、美味しい食べ物屋さんもいっぱいありますし。でもなんかそれ以外にもなんかいろいろこうご自身でいろいろデパートのイベントに出たり、はい、お教室されたりされてると思うんですけど、はい、なんか今今後なんかいろんなご予定があるっていうふうに聞いてるんですけども、そうですね、もう3月に、はい、交通会館、うん、あの有楽町の、有楽町の、はい、地下1階のギャラリー春さんで、はい、あの1週間展示会をさせていただきます。こちらですかね。はい、そうです。これ見て、ありがとうございます。名前もなんかこう素敵ジュエリー店、ちょっと春なのでちょっと優しいイメージで写真を撮ったんですけど、うん、中島明美さんと一緒に2人展ですね、はい、あ、そうなんですか。はい、素敵ジュエリー店っていう、もう素敵な作品出すぞっていう自分たちでハードル上げてます。本当超ハードル上がってますよね。上げてるんですけど、なんか可愛いモデル店みたいなもんですよね、これ。わかりやすく言ったら素敵ジュエリー店ってなんかそういう感じですよね。まあちょっとそこ目指して頑張ろうよ。いや、でももうすでになんかここのね、メインビジュアルがもう素敵な、ありがとうございます、ね、アクセが並んでるんで、もうすでに素敵ジュエリーだと思いますけども、はい、3月12日土曜日から18日の日曜日までなので、はい、はい、あのご都合のつく方ぜひぜひいらしてくれたら、ね、有楽町のもう駅前ですもんね、交通会館ね、もうあの、はい、そのまんま繋がってるので、はい、雨が降ってでも濡れずに来れる。あ、そっか、もうそのままつながってるんですよね。はい、こういう取り組みっていうのは毎年されておられるんですか。こちらの有楽町の交通会館さんはだいたい2年に1回なんですけど、はい、去年は千歳船橋のギャラリーさんで2回かなやったりとか、はい、あとデパート出店とか、はい、またそういったさっきあの来ていただいた銀座のようなマリゼミ生のみんなでやったりっていうようなこともまた何年か後にあればいいかなと思ってますし、はい、まあ、お店を常に常時やってますって感じです。あ、そうですね、今下北沢のあそこのお店もあのお店いろんなとこいろんな方がこうあそこ入ってされてるし、はい、それ以外にいろんなところに出店して、そうです、あとはお教室なんかもされておられるんですよね。はい、お教室はもう本当にお教室歴の方がもうずっと長くてですよねやってたんですけれども、はい、今でももちろんあの一緒にねあの学びたいっていう方たちとは受け入れてはいるんですが、はい、まあ、昔と違ってお教室メインよりも制作の時間とこう今一生懸命バランス取りながらやっております。ちょっとあとは打ち合わせの時もねお話しさせていただいたんですけども、
ビーズラボという屋号をね、はい、昔こうお使いで、まあ、今もね、はい、あの持っておられると思うんですけど、うん、ちょうどトビーもねビーズラボっていう名前何か使ってなんか新しいことやりたいなと思った時にあくそもう誰かあるわぐらいの感じで実は石黒先生知ったんですけど、その後ですね一緒になんかリリアンのあそうです、ね、アクセサリーね、あの 黒のね、はい、僕はあれやっぱりすごい素敵であれよく売れたんですよ。 ありがとうございます。だからすごいな何アンドブラックだっけな、なんかその名前石黒先生本人も忘れ込んで、もう結構前ですもんね。だけどなんかやっぱりあの時にあの黒のね、うん、シックだったので多分いろんな洋服に合わせやすかったですね。あれすごいデザインも素敵で、まあその時にあビーズラボの、はい、そういう出会いだったんですよ、はい、だからもうそこからねいつもあの石黒先生といえば、うん、ビーズラボであリリアンのあの黒のジュエリーの先生でというような印象があったんですけども、もともとビーズっていつぐらいから始められたんですか。本当ですね、もう年数でいく と、年は言わないまでも、はい、まあ、結構ですね30年近く、あ大人になってからなんですけれども、ね、はい、今2023年だから2000年のブームよりも前から、まあ、だからブームのちょい前に本当になんかただ自分のためにちょっと作ってたんですけど、1993ぐらいってことですよね。まあ、そうです、だ単純計算すると、まあ、そうですね、まあ要するにそんな感じです、はい、そうすると自分のためだけに作ってたんですけどブームが来たから、まあ、ちょっと先にやってるとあの、まあ、ママ友たちがみんなが教えてって何も知らないのに教えていきなりでだからつけてたからあそれは自己流、これあなた作ったの的なところからあ作れるんだったらちょっと作り方教えてよみたいな、本当に自己流だったんですよ、はい、ってなかったので自分でいろんなところで見てあ こんなのがちょうどいいんじゃないぐらいの感じで作ってた時に、はい、教えてって言われたからあこれでいいんだったら教えてあげるよってあの別にとかやってそうしてこうやって始末してこれでこんなもんでいいんじゃないぐらいなあのすごく軽いノリだったんですいきなり教室的なものが、まあまあ、教えてだから、まあ、教室ではないかもしれないけど、まあ、いきなり先生的になったってことですね。そうですね、なんか お茶飲みながら、はい、じゃあできたやった嬉しいっていう感じだったんで、はい、あんまりそうやって教え出した時にこれこのまま教えていいのって思った時にいやちょっと勉強してちゃんとしたことをお伝えしなきゃって思って、はい、まあ、ちょっとあのそこから勉強始められたんですね。そうですね、やって、はい、まあながち間違ってなかったっていうのはあったんですけど、あでもあれですか、やっぱり本とかいろんなものを見ては学んでたんですね。だから本当に知らない時は、はい、一番最初あの、まあ、私手作りで手芸屋さんに行った時に、うん、ビーズを買いに行ったんじゃなかったんですけど、はい、このスワロフスキー綺麗って、この一粒ビーズちょっとつけたらかっこいいなと思って、でもどうやってつけるんだろうってそこで本立ち読みして、いるものはこれとこれとこれって買って帰ったっていうあ、じゃあたまたま一粒のスワロフスキーが、ね、なんか素敵だからなんか作ってみようというのがきっかけなんですね、はい、そうだったんですよ。あ、そうですか。もう本当に思い起こせばあの吉祥寺の湯沢屋でした。吉祥寺の湯沢さん結構ね大きなね。そうなんですね、はい、それからなんかビーズブームが来てこう、はい、皆さんと一緒に共有するようになって、で自分は、まあ、ちょっと資格じゃないけど勉強して、はい、こんなやり方もあるんだこんなやり方もあるんだってなってきた時に、はい、あじゃあちょっと教室の形にしようかなっていう時に屋号がいるので、はい、なんかまあ教えるというよりはみんなでわちゃわちゃビーズを研究しようっていう意味でビーズラボ。いや、 やっぱ早い方がもう一番もうあれですからね、素晴らしいですよね。もうビーズラボってそう、ね、まあ、僕はすごく研究もそうだし研究所的なね雰囲気がトビーもすごくいいなと思って、そうちに来ると全然ただお茶飲んでみんなでバチャバチャやってる感じで、もやっぱりそれが本来のこう研究の姿なんじゃないですか。ですかね、はい、そんな気がします。でそれがなんかそういう感じでずっと来ていて、うん、まあ、マリ先生にまあ出会った頃からこう、うん、コスチュームジュエリーっていう言葉もだんだん今あの皆さん浸透してきてるんですけど、そうですよね、うん、あのまあそれで私もコスチュームジュエリーの 作品を作るようになった時に、うん、ビーズラブを出した時にえコスチュームジュエリーなのにビーズなのって、あのビーズなんだけどもなんかこう自分の中で違いを作ろうっていうことで、うんうんうん、お教室をやる時はビーズラブでコスチュームジュエリーをあの発表する時はアンベリーヌ K ってしてるんです、まあ、ビーズ、あそうやって分けてるってことですね。そうですね、完成品の時はアンベリーヌ K で、はい、あのお教室の時はビーズラボってことですね、はい、でアンベリーヌっていうのもちょっと自分が
言葉は造語なんですけども、はい、造語なんですね。造語なんです、うんうんうん、何にもフランス語とか知らない、なんかお菓子みたいな名前ですね。知らないんですけど、うん、はい、なんか幸せとか綺麗とかっていう、はい、ちょっと発音は恥ずかしいから言えないんですけど、そのフランス語2つくっつけたらアンベリーヌになっちゃって、へーすごい、そうそう、だから幸せで素敵なものを作りたいねっていう思いがきつくあってつけたんですけど、はい、アンベリーヌって言っても誰にも通じないの、だって造語だから。ちょっと分かりやすくしようかな。そうなんですね。ちょっと最近ね、出ていただいたね、和田先生という先生は、うんうん、なんかアメリカでもどこでも通じる乙女座を意味するなんか屋号をつけたっていう風に、うん、アトリエバーゴっていうのがなんかどうやら乙女座らしくて、うんうん、でもなんか造語っていうのも僕はすごくおしゃれてて面白いんじゃないですか。そうなんだ、思いを入れて造語、どっちか一つ選べなくてくっつけて、うんうん、それで今度ステキジュエリーっていうのはもう誰にでも分かる名前にしようと思ってステキジュエリーってにしたんです。いや石黒先生、はい、そんなね名前に反省する必要はございません。いろんなね、僕ももともとお菓子の業界いたけど、はい、いろんなものって、うん、これって何かの言葉があるんじゃないかって、お前石黒先生みたいにその造語で作られたものってたくさんあって、でもそれヒットするからみんなに認知されるんで、いいです。私は本当に名前は自由に、はい、ね、まあ、なんかお笑い芸人なんかはダウンタウンみたいに濁点が1個ついてた方がいいとか、それを信じてやってる人たちいるけど、結局面白いかねどうかですからね。そう、確かに中身ですね。まあ、そういう、いやでもせっかくこの機会にね、皆さんアンベリーヌ系覚えていただけたらと思います。そしてね、本当にコスチュームジュエリーという観点で、渡辺真理さんってもともとね収集家であり研究家であり、はい、ね、この間もねお話を実は、YouTube でね聞かせていただいたんですけど、はいはい、僕何にもね事前に何聞きますって言ってないんですよ。わかります。その中で例えばこのミリアム・ハスケルって入ってない、アンサインド・ハスケルって何年頃のですかって聞いたら、はい、40何年頃かなみたいな、前ですかとかいうのがスラスラ出てくるんですよ、はい、でそれでじゃあこれは何年ぐらいですかとか聞いて、なんか足し算とかすると、あって整合性が完璧だと思って、だからもう完全なる、もう本当研究家っていう、頭の中に全部入ってるとかすごくて、はい、で研究した結果を誰かに駆け止めてるとかじゃなくて、頭の中に入っちゃってるっていうのがね、まあ、そうですね、まあでも本もね出されてますしね、はい、これはすごいですよね、はい、本当そう、だからそのマリ先生からいろいろ学ばせていただいてるんですけど、うんうん、なかなかこう抜けていったものもあるので。残ってはいかない。あとは、マリ先生なんかはこのバランスとかそういうことも教えられてるんですかね、はい、そうですね、もうでもバランスってこれが良くてこれが悪いじゃなくて、やっぱりもういっぱい見て自分で習得しろってやっぱ言われますよね、うん、だからたくさん見ることが大事。そうなんですね、うん、いいものを、あ、私も行った時に言ってました、はい、いろんないいものを見ることが美術品でも音楽でも何でもいいんですか、うん、映画でもいいんですかって聞いたら、何でもとにかくいろんなものを目にすることが大事ですよと。そうなんで、だからもう本当に贅沢なんですけど、はい、勉強させていただく時にはマリ先生所蔵のハスケルとかをこう見せていただく機会に恵まれまして、うん、まあ、それが少しずつでも身になってればいいなと思いますけれど、いや素晴らしい。だってそれ一緒にリリアンのやつやった時はまだマリ先生とお会いする、そうです、あの頃からすごいバランスのいい素敵なジュエリーを作りでしたけど、今日お互いに褒め合いでございましょうか。いやトビーまだ褒められてないですか。いや実はさっき一歩褒めちゃいました。でもそこから、まあ、今もこうね身につけておられるの、今日はご自身でお作りの、そうですね、これ結構初期の作品ですけど、すごいじゃない、はい、こちらはなんかこのなんとなくビーズはヴィンテージなんですね。ジャパンヴィンテージのガラスです。かっこいい。いや、ってことはチェリーブランドみたいなやつですか。そうなのかな、でもジャパンヴィンテージって書いてありましたよね、はい、すごー、かっこいいですね、はい、結構やっぱり、ね、私たちこれ作って全部自分のものじゃなくて一応販売を目的にしてるので、はい、何個かは自分のものにしてるって感じで。確かにちょっと売りたくないものってありますもんね。はい、これはだから結構自分で気に入って、だから何が好きで始めたかって結構やっぱり自分で身につけたいから始めた人の方が多いかもしれないですもんね、はい、だからこれは自分のために作ったもので売りたくはないわよみたいなのってやっぱ存在しますよね。ありますね。そうですか。でもそうやって
今後はじゃあ先ほどの素敵ジュエリー店、はい、なんかもう一つここにあるんですけど、それは、ね、これが下北沢のお店のご案内なんですけど、はい、まあ、2月に新作をいっぱいまた搬入したので、そのハガキが10日にできるんで今日に間に合わなかったってことは、そこの下北沢にあるコスチュームジュエラーズカンパニーのお店はなんかやっぱり商品の入れ替えとか時々あるってことですね。あの大きくは年に3回やるんですけど、はい、でも作家が直接販売してる店っていうことで、うん、あのお店当番は作家が順番にしてるんですね、はい、なので売れたりまた新作ができたり季節になったものがあれば常時こう追加するようにしているので、はい、もういつ来ていただいても楽しくなるはずでございます。なんか面白そうですね。そういう風に なってるといつ行っても、うん、まあ、ちょっと大風呂敷今ちょっと広げましたいやでもなんかぜひね、その今のおっしゃってた、実はずっと東宝が、アイコ&コーというまあお店というか我々のショールームをやっていたところの隣にね、もともと配置されていて、ね、ずっとお隣さんだったので、東宝はね、はい、実はもう最近いろんなところに出店をするという方に作戦に変えたので、うんうん、そこはちょっともう我々は今やってないんですけども、はい、でもそこ隣もね、はい、あのコスチュームジュエリーのお店があって、そうなんです、もう渡辺先生の&カンパニーっていうことで、まあ、2軒並びでやってるって感じで、その隣もまたね、はい、お店があるから、そうです、コスチュームジュエリーの、だからずっとなんかコスチュームジュエリー通りぐらいの名前つけたいぐらいですよね。つけてくださいトビーでそんな権利はないですけどでもなんかそんな感じでね、今回石黒先生出ていただきましたけども、はい、石黒先生にこうまあこう未来の話はね先ほどこう聞かせていただきましたけども、うん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 、せっかくなんでこう、はい、教室、はい、なんかどんなところでやってる、あなんか後から今から入ったりもできるんですか。もちろんもう常時いつでも、はい、あの、はい、まず体験からでもいいし、もう作りたいものがあれば、はい、どんどん相談いただければ、はい、あの私でよければご相談に乗っていきますよっていう感じで、はい、でもなんかどういうところでやっておられるんですか。浅草橋はビズファクトリーさんのところですね。あ、みゆきファクトリーさん、ラジオ聞いてやってみたいんですけどってなった時はどのようにすれば、QR コードがあるのでここであの問い合わせができるようになって、あ問い合わせっていうか私のホームページだったり、はい、あの問い合わせできるようになっているので、はい、そしたら皆さんあの石黒先生のホームページを、リンク貼っておきますので皆さんそちらからよろしくお願いしたいと思います、はい、他はですね、どこであの私住んでるのが多摩地区って国分寺なんですけれども、はい、まあ、国分寺府中その多摩地区界隈でやってたり、はい、あと西八王子の界隈ってことはいきなり路上で声出してそういう界隈じゃないかと思うんです、はいはい、あのちょっとお知り合いのところの普通の教室借りたり、はい、まあ、いろいろ、あその辺はなんかホームページ見たら、ね、載ってるんですね。西八王子でやったり、はい、府中、国分寺、今浅草橋、多分今この4つ4か所かでやってます。で日にちもあの、まあ、月第何何曜日みたいなのもあるんですけども、割とフレクシブルに対応しております。あ、そうなんですね、はい、今日私ちょっと行きたいんですけどみたいな、まあ、今日私の場合空いてればいいんですけどまあそれはちょっと何日か前にご相談して決めましょう、はい、あ、そうなんですね、ぜひぜひ。あとZoomもやってます。あら、その話もちょっと聞いてもいいですか、はい、どうぞどうぞ、はい、Zoom っていうのはいつ頃からスタートされたんですか。まあ、これやっぱりコロナですね。コロナ禍になって、はい、どうしてもやっぱり皆さん来れないとかっていうところとか、まあ、Zoom ができるんだって分かった段階で、うん、今まで来てた方が Zoom ではなくあの遠方の方、なんか四国の方とか九州の方みたいな方もたまにお問い合わせをいただいて、はい、じゃあ Zoom でやりましょうっていう感じで。あ、そうなんですか。え、でも Zoom だともう集客が一気に、うん、まあ、日本、まあ、全土にできるって感じになりますよね。なんかちょっと離れたところの方とかも受けられたりされることあるんですか。はいはい、もうそうです。すごいっすね。逆にまだ直にお会いしたことないです。いやー、それはホームページとかに皆さんがこう見に来ていただいて、うん、だと思う。でちょっと違うところからあの違う県とか会ったことない方が、はい、でもそうするとなんか突然広がる部分もありますよね。そうですね。なんかまあね、いつかコロナが収まって お会いできたらいいなと思ってますけどね。そうですか、はい、でもそういった形でなんかコロナが新しく作ってくれた、うん、まあ、ツールと考えてる方もねいらっしゃるかもしれないですね。そうですね。私もね決してパソコン得意じゃないので、はい、こんなことがない限り頑張ってやろうと思わなかったと思いますけど。あ、でもなんか
ね、コロナでなんとなくいろんなカルチャーセンターがこうちょっとやめなくなったりとか、やっぱりちょっとお客さんが減ったりっていう話も聞きますけど、うん、まあ、そういう形でこう新たなこう、ね、お客さんを作っていくというところでも石黒先生頑張っておられるということですね、うん、それなりにやっております。そしてこうコスチュームジュエリーの制作も、はい、でこう完成品の販売もねこうされておられるということで、はい、いやこれからもちょっと期待していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。こちらこそでございます。実はねこれ打ち合わせに全くないんですけども、はい、東方の大好きなビーズを聞くというコーナーがあるんですけども、はい、今ちょっと急に言われたら結構困ってますよね。そうですね素直に言いましょう。大好きなビーズ、もう私東方さんも大好きだし、はい、もうとにかくヴィンテージも好きだし、はい、なんだろう、私は銘柄にこだわらず物にこだわるので、もう全部好きっていうふうに答えたいと思います。その中でもやっぱりよく使われるのはあのどういうビーズなんですか。やっぱマルショーとかそういうのをよく使うんですか。そうですね、なんか、まあ、なんかマルショーも使うし、特賞も使うし、マルダイも使いますし、はい、やっぱり東方さんの中ではやっぱ穴が大きいのとか助かりますよね。ありがとうございます助かりますよねそれではね、東方の大好きなビーズを教えてください。蔵出しビーズの六角特賞ですね。はい、六角特賞917番いただきました。なんか新しいスタイル、なんかちょっと事前に打ち合わせなかったから、あのこの中で一番好きな色、なんかどういったあたりがこのビーズお好きですか。はい、まずちょっとさっき言ったようにすっごく綺麗、あの発色がいいわけではないんですけれども、ちょっとこのキラッとしたところと、はい、あとこの綺麗なブルー系、はい、なんかいろんなものに合いそうだなって思ったのと、あと特徴っていうのは、まあ、作る上では細かい作業ができて、やっぱすごく緻密なものができるので、はい、ちょっと使ってみたいな。いやいやいや、ありがとうございます、うん、いやそこまでね褒めていただいたら、このね 20g 喜んでると思いますの で、 よかったです。今日石黒先生、はい、お持ち帰りいただください。何か包んでて、ちょっとこれ何をしたって言われ。いやいや大丈夫大丈夫ということで、本日のゲストは石黒環奈先生でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。賞金30万円は誰の手に。インターナショナルビーズビエンナーレ2024、世界のビーズアートに出会える祭典、皆さんもぜひご参加いただけませんか。世界中からご応募可能でございます。一次審査はウェブから応募できます。無料で参加できますのでよろしくお願いします。詳細はビーズビエンナーレで検索してください。皆さんこれから作ると思いますので、応募の期間は2024年4月の3日まで準備しております。皆さんぜひぜひビーズアートの祭典に参加してみませんか。よろしくお願いします。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございます。それではまた DJ トビーのビーズレディオでお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。はい、じゃあ石黒先生に作品の方も紹介していただきました。はい、え、はい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 、そんな感じでございます。こちらはさっきお聞きしたけども、うん、アメリカの。そうなんです、ビーズ&ボタンショーをまだやってる時に、はい、たった1回しか行ったことないんですけど、その時に仕入れたビーズなんですよ。素敵。そう、まだまだあの頃はなんか行けたことが嬉しくって、買い方が可愛かったんで、はい、もうあるもの全て買ったもの、あので使っちゃったんで。素敵ですね、うん、そんな感じでございます。こちらはさっきお聞きしたけども、うん、アメリカの。そうなんです、ビーズ&ボタンショーをまだやってる時に、はい、たった1回しか行ったことないんですけど、その時に仕入れたビーズなんですよ。素敵。そう、まだまだあの頃はなんか行けたことが嬉しくって、買い方が可愛かったんで、はい、もうあるもの全て買ったもの、あので使っちゃったんで。素敵ですね、うん。